けですね。ただまあやっぱりその夜遊びの作法じゃないですけども、女の子にただお金をむしり取られないので気をつけていただきたいと思います。でリスティング広告ですね、大概時ご希望の方からのご相談です。代行の価格を知りたいですと、代行の料金、代行価格、まあ、代行の費用ということですよね、代行料。まあ、これもですね、リスティング広告はですね、まあ、代行はですね、まあ、月5万から10万円ぐらいかなとは思います。で、まあ、レポートを月に1、2回送ってくれたりですね、分析結果、あとキーワードの改善とかを代行してくれるんですよね。なので、まあ、やっぱりリスティング広告、PPC 広告ですね、っていうのもですね、やっぱりそれなりにノウハウが必要になりますので、まあ、一から勉強するつもりがない場合はですね、そしてきちんとペイできると、リスティング広告できちんと新たなサービスで、元が取れて利益が出るというふうにですね、把握されているのであれば代行というのはいいかなとは思います。やっぱりご自身でそこに